今日のお昼ご飯はクックパッドの雑誌にも掲載されたキャベツとアサリの酒蒸しになります。と私のオリジナルはバター、オリーブオイル、サラダオイル、オイル関係一切入れていないということです。まずフライパンに火をつけます。そしてざく切りにしたキャベツ4、5枚ぐらいですかね、千切りするような手間もいらなくてザクザクと切るだけで OK です。それを油の引いていないフライパンにそのまま開けます。そして用意したのが、砂抜きしたアサリです。今これキャベツをフライパンに入れて一旦蓋します。一口と言ったら少しキャベツをひっくり返すようにちょっと混ぜます。で、だいぶキャベツがしんなりしてきたらここにアサリを直接入れて、そして酒、100ml 強ぐらいですね、それを流し入れます。そして蓋をします。そしてアサリが口を開けるまで待ちます。アサリがぶちぶち口を開けてきました。ちょっと開けてみます。こんな感じですね。まだちょっと口の開いていないのもありますが、お酒と、アサリから出る出汁、そしてキャベツから出る甘みと、このスープも美味しいですのでぜひ食べてください。今日はこれを使ってパスタにします。はい、できました。で、あとトウモロコシ。ミーのワンは入ってないから。いや、別に入っててもいい。よっしゃ、トウモロコシを、何をわないですミニー、お腹すいたん？11時やね、まだ食べる？食べる？ご飯今日は牛レバーだからね。よいしょ。カリカリはちょっと少なめやで。